そういう点においては、はい、今回はやはりメダルを取りたいという気持ちが強いようですね。昨年の世界選手権で優勝された、うん、優勝されたと、はい、これは大きな自信になったんじゃないですか。そうですね、またそこで、うん、君が代を聞けて、うんうん、これを今度は本当に自分でパラリンピックで流したい、うん、で去年の優勝を奇跡で終わらせたくないっていう気持ちは強まりました。うん、何かそのリオに向けてですね、この辺をさらに強化したいとかいう点はあるんですか。やっぱりその脚力、うん、もう自分で限界を作るんではなくって、もう動かなくなるまでやってみたいって思ってます、ね。動かなくなるまで、ね、動くうちはまだ限界ではないって最近思えるようになってきました。相当追い込んでるんですね。練習でワットバイクはローラー、室内でできる、はい、それあるのが大好きなんだそうです。では厳しいですよ ね、 結構きついですよね。よくなんかほらロードじゃなくて飽きちゃうから、うん、ビデオを見ながらやるとかこう、うん、そうやってなんかモチベーションをなんとか持たせてやるっていう人が多いと聞きますけれども、うん、大好きなんですって。ワットバイクってその漕いでる瞬間、はい、瞬間の自分のペダリングとか、うん、出してるワット数とか、うん、もうその瞬時に見れるので、うん、もうそれを見ながらこう、うんやってます、でもその先ほどのおっしゃった持久力に加えて、はい、こう瞬発力もね要求されますよね、うん、そうですね、パラサイクリングロードだけではなくてトラックも、はいはいね、あるので、はい、2つのね筋肉のね接近発筋とか言いますけど、うんうんはい、これどちらも必要になりますよね難しいですねこれね。そうですね、でも自転車でしかそれはやっぱり出せない、うん、筋力だと思うので、うん、そこははい。これまでその、はい、ブラジルに行かれたことはあります？あ、残念ながらないです。あ、じゃあ初めてということですよね。はい、ね、そのトレーニングはもちろんですけれども、うんはい、これ後はやっぱり体調管理だとかいうことが大事になってきますよね。ベストの、ね、コンディションでいいと思っているですね、うん、そうですね、またブラジルも本当に9月がどんな気候とかも調べて、はい、やっぱりその一番自分が出せるパフォーマンス最大限に出すためにはそういう、まあ、いろんな情報を得ていきたいと思います、うん、なるほどね。ロードの場合、はい、だったらこう道の状況がどうかとか、うん、そうですね、そこも確認しないといけませんよね。 それはこう思想とかはできるんですか。思想はですね、おそらく向こう行ってからか、うん、まあ、現地の送られてくる写真とかで確認して、はい、うん、そこのやはりこうマッチングというかタイヤとのセッティングとかっていうのも大事になってくるんじゃないですか。そうですね、トラックとロードだとタイヤはやっぱり違いますし、うん、あと自転車自身自転車も2台違うので、うん、そのセッティングも、はい、必要ですね。そうですよね、その辺のやっぱり自転車競技っていうのはね、うんはい、非常にそのチューンナップの技術っていうのはね、これ大事になってきますもんね。でもやっぱり楽しいですねメカニックの方とかその田中選手とかスタッフとかその徐々に部品とか選定していくのも、はい、競技の楽しさですね。そういう意味では本当の意味ではチームワーク大事ですよね。チームプレーですもんね、メカニックの人たちを含めてもですね、はい、